大東俊介さんの登場です。どうぞお入りください。ありがとうございます。大東さん、あ、皆さんの撮影タイムでございますので、どうぞ、はい、お手持ちの携帯でお写真をお撮りいただきたいと思います。あ、そこで立ち止まって、古田新さんもね、2人ね、ついてきていらっしゃいますけども。俊介、ポーズは、ポーズ始まる前にレクチャーしてましたよね、細川さんがさあ、そろそろよろしいでしょうか。はい、それでは次のポイントに移っていただきたいと思います。乱れブースってこんな作品でしたっけっていう写真が撮られてるかと思いますけれども、はい、ありがとうございます。うわー、しんどっ。しびれるね。ね、しんどかったですか。いや、恐ろしいですよね。ねえ、カメラって怖いですね。ねえ、改めてご紹介します。大東俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして細川信弘さんです。よろしくお願いいたします。ちなみに大東さんは激しね、乱れ口数一足早くもうご覧に見ました。どうですか、感想としてはご自身の。僕、そうですね、激しねも見たことあるんですけど、新幹線ってすごいなっていうのが本当に率直な感想で、だってまあ舞台ですからもうそこで完結してるはずなんですけど、じゃあそれをじゃあ激しねっていう劇場でやろうかってなった時に、剣と剣がぶつかる音が増えてたりだとか、うん、はい、血しぶきが増えてたりだとか。あ、そうですね、うん、それがね、まあ、こだわりが半端じゃないですよね、うん、まあ、しかも効果的なんだよね。ね、うん、そうなんです。全然いやらしくなく、うん、ちゃんと映画としてパッケージされてるっていうのが、うん、さすが遊び方を知ってる大人たちというか、ね、まあ、そういう意味で今まででもう十何本やってるけど、うん、まあ、これが一番こういうことをするには適してたのかもしれないね。あ、うん、ご自身の役もすごくチャーミングでしたよ ね、 そうすね、なんていうかちょっと面倒くさいし、うん、じれったいし、もう母性本能これでもかというくすぐる役、まあ、まんまだもんね、割とね。そうです、割とそうなんでしょうね、うんうん、割とそうですか。割とそうですね、割とやらかしましたもんね、うん、今回もね、やらかしました。やらかしで覚えてるのは何ですか。やらかしだらけだよね。だらけ。その昼公演の方のですね、カーテンコールで劇団新幹線36年の歴史で初めてのことが起こったんですよ。簡潔に言いますと、カーテンコール出なかったっていうね。僕、稲森さん、新田さんっていうのがキャスト全員が前に並んでセンター分けこうファーって割れて、その真ん中をこう割れたら僕が立ってるみたいで、真ん中歩いてきてお辞儀したら稲森さん出てくるみたいな、ファーってこうみんなが割ったら全員で手をパッと伸ばすとね、誰もいないんですよ。最悪ですね、それ。そうなんです。で、まあ、何事もなかったかのように泉ちゃんが出てきて、古田が出てきて、でしかも最後にちょこっと袖から本人出てきてもっと最低で、新田さんと一緒に出てきたんですよね。みんな新田さん待ってんのに、新田さんの横からなんかちょこ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 って出てきてすいませんみたいな。それは罰ゲームの対象ですよ ね、 うすね、もう一発でしたね。劇団新幹線といえば罰ゲームというね。一発罰ゲーム何やったんだっけ。歌歌いましたよ。あ、歌か。でもすぐ新田さんの楽屋に、あの、あ、謝りに行ったんです、終わって、はいはい、新田さん本当にすみませんでしたっつったら、もう iPod いじりながら、俊介何歌うってどうするどうするみたいに、もう選んではりましたからね。この芝居は、あの、古田新田さんとがっちり大東さん芝居するシーンが多かったと思いますけど、新田さんと新幹線やるっていうのが、まあ、うん、夢の一つだったんで、あ、初めて、あ、そうかそうか、うん、かなり嬉しかったですね。それでまたこういうふうにこうコンビ組めるっていうのは、うん、こんな作品も他にないやろうなと思って、うん、だ、案の定これ始まってからですけど、あの、同世代もしくはそれ以上の僕よりちょっと年上の役者にめちゃ嫉妬されましたね。勝地とか、はい、はい、勝地くんは嫉妬してたな。その後飲みに行ってから長かったもんな。うん、はい、なんで俺じゃないんだっすね。そう僕はオセロの時にもとにかく橋本潤さんにお世話になって、僕は今でももういろんなインタビューでも演劇の師匠だと言ってるんですけど、新田さんと潤さんって本当にアプローチが真逆なんですよ、うん、本当に真逆で、うん、だから、あの二人が多分こう新幹線の中でこう二人いるのは多分そういうところだと思うんですよね。まあ、橋本さんはね、基本的に足し算の人なんですよね。
足していきますね。抜けると足していくみたいな。で今回もう意気揚々と今回は引いていくっつって顔最初めっちゃ薄かったのに案の定どんどん顔濃くなっていくっていうことありましたけど、だんだん豪邸みたいになっていくっていうね。これが面白いのが2人とも アプローチ全然違うのに結論は一緒なんですよ、うん、ルートがまるっきり違うんやけど、うん、富士山の真逆から登って頂上行くみたいな感じで、うん、だからね面白いダブル、これ両方の話聞ける俺ってめちゃめちゃ幸せやなっていうことをしゅんくんに自慢しました。あ、小栗旬さんに。そう、しゅんくんは新田さんと芝居するのが、まあ、ずっと夢やったから。あ、そうですね、今回がドクロ城で初めて。あ、そう、初めてね、小栗さんと古田新太さん。だから乱れうぐいすの時も楽屋に来て、うん、もう勝地君はもちろんのことマジで、うん、まあ、笑いながらピク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 してたけどでもほんまにしゅんくんもほんまに羨ましいって言ってくれました ね、 そうでしょうね。最後の最後になってやっぱり大立ち回りというシーンがね、うん、出てくるじゃないですか。あれ厳しいですよね、体力とか精神的に。ほんまに呼吸してないぐらいの勢いで、うん、刀が得意じゃないという役だったので、うん、まあ、とにかく逃げながら戦うっていうのがかえってしんどいんだよね、そういうのがね。しんどかったっすね、うん、でもまあその後にまあ多分見ていただいたら分かるんですけど、オープニングとエンディングでこう新田さんの立ち回りがあるんですけど、まあ魅力的でしたよね、うん、いやそれも芝居で見ててもかっこええなやっぱりと思ってたんですけど、うん、これちょっと多分最初に始まったらみんなびっくりしますね、うん、すごくスクリーンに向いてるっていうか合ってるっていうか、もう本当にスクリーンで見る意味のある劇シネの一本になったと思いますので、楽しんでいただければっていうのと、あと豊洲の方で延々とやっておりますので、またよかったらそちらもぜひお願いいたします。時代劇映画ってあるけど、あれって1ヶ月とか2ヶ月撮影期間取ってカット割りしてやってるんですけど、これって俺らは一息でやってるんですよ。1日でやってることを抑えてくれてるんで、ということはもうそこにこの多分演者たちの生き様もそのまま収まってるっていう、多分映画としてもないあるべき姿なんじゃないかなとか思ったりして、ぜひそれを感じながら、休憩もあるんでね、ゆっくりご覧になっていただきたいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですね。やっぱ中井さんとお話しできるのも、細川さんと一緒にお話しできるのも、ちょうど1年前の作品なんですけど、うん、劇団新幹線僕2回目で、そう、古田新太さんと橋本淳さんとご一緒できたこの作品っていうのは本当に大切な作品だなと本当に思いましたね。劇シネってすごいなって改めて思いました。もう東京国際映画祭にも出品されましたし、まあ、本当にそれだけの作品だなっていう感じがしました。舞台で完結せずにちゃんと映画として再構築されてたので、これぜひ映画としてもう一度ご覧いただけたらなと思います。最新作劇シネ乱れうぐいす、4月15日東銀座東劇を皮切りに全国で公開されます。皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。